受賞しました。ありがとうございます。皆さんこんばんは、一ノ瀬かなです。このオープニングパートは番組収録後に撮影しています。はい、今回はみんなからのお祝いメールをたくさん読ませていただいたのと、スタッフさんからのお祝い企画も行いました。それでは楽しんでいってくださいね。一ノ瀬からの秘密の部屋。皆さん、秘密の部屋へようこそ。一ノ瀬かなです。この秘密の部屋では、私一ノ瀬かながここだけの内緒のおしゃべりをしたり、秘められた能力を開花させるためにいろいろなチャレンジをしていきます。番組の感想をつぶやく際はハッシュタグひらがなで一ノ瀬の部屋をつけてつぶやいてくれると嬉しいです。では早速一通メールを紹介していきたいと思います。ペンネームなんでも屋さんからいただきました。ありがとう。一ノ瀬さん、こんばんは。こんばんは、初メールです。ありがとうございます。第18回声優アワード主演声優賞受賞おめでとうございます。僕は一ノ瀬さんを初めて知ったのはダーリン・イン・ザ・フランキスのイチゴ役で初めて知りました。それから様々な作品で一ノ瀬さんの名前を見ることが増えていき、自然と応援したいなと思っていきました。なので今回主演声優賞で名前を見て思わず大きな声が出てしまいました。これからも応援させていただきます。ありがとうございます。はい、ということでこの度、第18回の声優アワード主演声優賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、はい、すごく受賞式は緊張したんですけれども、なんとか無事終えることができてほっとしているんですけれど、まあでもね、やっぱりこう、まあ受賞できたのは作品のおかげだなっていうのが本当に大きいなっていうふうに思っているので、水星の魔女ありがとうっていう気持ちでいっぱいなんですけれどもね、まあ、やっぱりこうやって本当にダーリン・ザ・フランキスの名前を挙げてくださっているんですけれども、やっぱり私の原点はダリフラだと思っているので、ずっと、はい、本当にね、出会ってきたキャラクターにずっと感謝をしていかなきゃなっていう気持ちと、あと今後も大切にしていきたいなっていうふうに思ってます。ありがとう。あ、いっぱい届いているので、じゃあどんどん読んでいきますね。ペンネームセナさんからいただきました。ありがとう。いちかなちゃん、主演声優賞受賞、本当に本当におめでとう。お、ありがとう。続いて、ペンネームククルペンさんからいただきました。ありがとう。主演声優賞の受賞おめでとうございます。ありがとう。一ノ瀬さんの頑張りが報われ、賞という形になって残るのも素敵なことですね。表立っては見えないいろいろな苦労もきっとたくさんあったかと思いますが、今日まで活動を続けられた一ノ瀬さんのことを心から尊敬しています。これからも一ノ瀬さんの演技をたくさん見たいです。マジで私の生きる理由の一つです。一ノ瀬さんが大好きです。ありがとうございます。これからも頑張ります。わーありがとう。おはい、どんどん行くぞ。ペンネームちょんぼさんからいただきました。ありがとう。一ノ瀬さん、こんばんは。こんばんは。早速ですが、主演声優賞受賞おめでとうございます。ありがとう。先ほど声優アワードの配信が終わったばかりですが、興奮が冷めないうちに思いを伝えたくメールを送りました。本当に本当におめでとうございます。主演声優賞受賞者の発表の時、スレッタちゃんの映像が流れた瞬間、思いっきりガッツポーズをしてしまいました。助演声優賞ではあざかみさんやのとさんも受賞されていましたね。本当に本当に本当に嬉しかったです。水星の魔女は私にとっても大切な作品なので、とても幸せな受賞式でした。一ノ瀬さんのおかげでたくさんの素敵なアニメにも出会えたので、本当に感謝しています。これからも一ノ瀬さんのご活躍楽しみにしています。ありがとうございます。そう、あざかみさんとね、のとさんともあの控え室で、あの近い席だったので、すごく心強かったし、あの本当に彗星で受賞できてよかったですねっていう会話をね、いっぱいしてすごい和みました。ありがとうございます。では続いて、
ペンネームだんだんごさんからいただきました。ありがとう、ちゃんからこんばんは。こんばんは、第18回声優アワード主演声優賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。最近のご活躍を踏まえて主演声優賞の筆頭候補だろうとは前々から思っていたのですが、受賞のニュースを聞いた時は本当に嬉しかったです。ご出演作品を見るたびに一ノ瀬さんの可能性は無限大だと思っています。これからも微力ながら応援しています。ありがとうございます。おー、いや、これからもね、いや、無限大って嬉しいですね。今後もちょっといろんな可能性をね、開拓できるように頑張っていきます。ありがとう。では続いてペンネームキスケさんからいただきました。ありがとう。岸かなちゃんこんばんは。こんばんは、この度は声優アワード第18回主演声優賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。未知の世界から市かなちゃんの成長を陰ながら見守ってきた身としてはとても嬉しい受賞でした。番組としては王を目指している市かなちゃんが声優アワードの次に何らかの王な賞を取るのではないかと期待を抑えられずにはいられないのですが、今回受賞した感想と次に目指す目標がありましたら聞かせていただきたいです。まあ、受賞した感想は本当に感謝っていうのがまず第一なのと、まあでもね、この受賞をもらったからにはやっぱりこう恥じないように、今後も成長をねし続けていきたいですし、頑張っていきたいっていう思いで、いっぱいでございます。次の目標はですね、まあとりあえずちょっとここで言っちゃうと、まあ自分にしかできない表現だったりとか、まあ自分なりの、一歩を歩んでいけたらいいなっていう風に思っていきますので、ちょっと頑張っていきたいと思います。またね、いつかね声優アワードで受賞できるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。ということでありがとうございます。本当にね、まだまだちょっと実はメールがあったんですけれども読み切れずで、でも実際は目を通していますので、皆さんのね応援メッセージちゃんと受け取りました。本当にありがとう。なんかすごくね、皆さんのなんか私のこう応援してくださる方は本当に温かい人しかいないので、私もねそんな皆さんの期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうということで、それでは一ノ瀬かなの秘密の部屋、最後までゆっくりしていってくださいね。一ノ瀬かなの秘密の部屋、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りします。一ノ瀬かなの秘密の部屋。はい、では最近の私が何をしていたかと言いますと、最近は結構声優のお友達と遊びに行く機会が多くてですね、まずは本土楓ちゃんとご飯に行きました。イエーイ。初めて行きました。実は色づく世界、色づく世界でね、共演を初めてさせていただいて、その後には、最強タンクで共演させていただいて、でもなかなかご飯に行く機会っていうのがなかったんですけど、そう、勇気を出して誘ってみました。してね、行ってくれたんですけれど、すごくね、エイルちゃんがいろいろおすすめのお店を知り合いの方に聞いてくれたりとかして、そう、そのエイルちゃんチョイスのお店に行かせてもらったんですけれど、本当にね美味しかった。どの料理も全部美味しくて、そう、せっかくだから贅沢したいねって言って、なんかちょっとねいいお料理をね2人でいただいたりとかして、すごくね、なんかエールちゃんの人となりとかをね、そこでよりこう知る機会ができたので、なんかもう友達になったねってお互い言い合って、今後はちょっと他にも遊びに行けたらいいねっていう風になってます。そう、一人また友達が増えました。イエーイ。ですですです。で、続いて映画なんですけどね、稲垣このみちゃんとも、遊びに行きました。で、このみとは陶芸に行きまして、そう、陶芸に行った後にカフェに行ったんですけど、なんか陶芸っていうのはなんか皆さんこう回ってるものに対してこうやるイメージじゃないですか。でもなんか作り方がちょっと違って、なんか粘土をドーンって置いて、
なんかちょっと真ん中にくぼませるんですね。そうくぼませて、手でくぼませて、そこからなんかこう指で形を作っていくんですよ。作ってって、でなんか一旦回すんですよ、自分で自力で回して、その後なんかヘラみたいなのでこう押さえて、ちょっとずつそう形をね整えていくっていうやつなんですよ。まあ結構指が視力のこうなんていう形を整えるもので、綺麗に整えるのはヘラみたいなものでやってって、ヘラ、一ノ瀬のヘラ、懐かしいな。いやあのヘラじゃないんですけどねもうちょっと細かいヘラヘラなんだけど、そういうので整えて、まあ最終的にはまあ先生がこう取ってくれて、糸か何かで、でなんかスタンプつけていいですよって、なんか木のこうなんていうの、木の木彫りみたいなスタンプがいっぱいあって、まあその中でちょっと私は桜柄みたいなスタンプをね真ん中に押させてもらって、じゃあ一応その時のお写真をあげますね。はい、こちらです。はい、こういうのを作ってきました。あの出来上がりはまだなので、あのいずれ家に届くような形になっているんですけれども、どんな風に焼けるかすごく楽しみです。うん、花瓶じゃない、ね、結構ちっちゃめの器だから、ちょっとなんかおかずとかそういうのをちょっと入れれるような感じくらいのサイズ感です。なんかこんくらいかな、そうね。でこの身とも本当にいろいろお話しして、やっぱこの身面白いないやそうこの身面白いんですよ本当に、なんか常に大爆笑しちゃうって感じで、そうね、3月31日にもね好みのイベントにね行かせてもらうんですけど、それもすごく楽しみです。はい、ありがとうございましたという感じで、最近お友達との、ね、進行もどんどんいろいろあって楽しい日々を過ごしておりますよ。はい、っていうので、あ、じゃあふつおたの方も読んでいきます。ペンネームケンシンさんからいただきました。ありがとう。一ノ瀬さん、こんにちは。こんにちは。この春私は高校を卒業したのですが、なんと卒業式で大失態をやらかしてしまいました。壇上に上がろうとしたところ壮大に転んでしまい、顔面を強打してしまったんです。その後教員の皆さんが駆け寄ってくださり事なきを得たのですが、卒業式には家族が参列していたのもあり、私にとって最大の黒歴史になりました。でも今ではその話題で家族と笑い合ったり、素敵な思い出となっています。一ノ瀬さんは卒業式での思い出は何かありますか？ぜひ教えてください。ありがとうございます。おー、確かにその時はめっちゃ恥ずかしいね。顔から火が吹くくらいきっと恥ずかしかったんだろうな。いやでもなんかそういうなんか恥ずかしい思い出ってやっぱり後々に笑いになれるからいいですよね。もうすぐすぐ早いね、今ではって言ってるからね。そっか、卒業式の思い出か。なんかあんまりでも実は覚えてなくて、あ、そうだ、寄せ書きやった。あの私は中学生の時は、まあ、バスケに入ってたので、バスケ部に入ってたので、寄せ書きをもらったりとか、まあ、なんか毎年恒例なんですよね。3年生の先輩には 1,2 年 の、 みんなの後輩たちで一言ずつ寄せ書きを送るっていうのが恒例で、まあ、私も 1,2 年の頃は先輩たちに寄せ書きを書いてきて、で3年生のなってからは後輩たちからね寄せ書きをもらったりとか、お花をもらったりとか、あ、そうだね、なんか卒業式終わった後一旦バスケ部で集まりました。うん、そこでいろいろ写真撮ったりとかしたりとかして、そう、まあ、懐かしい、一気に蘇ってきたかも。その時ポニーテールだった気がする。そう、いやでもスポーツするからとかは関係ないんだけど、なぜか卒業式間際の時ポニーテールにしてた記憶があります。頑張って自分で結んで。そう、私ヘアアレンジとか本当に苦手で、だから私がこう巻いてる時とは基本メイクさんが全部やってくれるんですけど、負けないんですよ私。で一回火傷したことあって、こことおでことかコテで火傷したことあるからコテ使えないそう、なんか家にもあるんですけど封印してて、
でちょっとこの間練習してみたんですよね。せっかくこう短くなったから、どういう風にしようと思って、どういう風になんかちょっと巻いてみたら雰囲気変わるかなと思ってやってみても、なんか一生うまく巻けなくて、私は本当にコテは向いてないんだなって思いました。あーでもなんかこういうクルンとかもできたらいいんですけどね。本当に普通のヘアアイロンで全部こういう外が外巻きとかにしてます。そう不器用なんです。でも一生懸命ね結んだなっていう記憶がありましたね。懐かしいな、懐かしい、いいな、学生時代に戻りたくなっちゃう。ありがとうございます。ということで、皆さんメッセージありがとうございました。読み切れなかったお便りは会員限定放送で読ませていただきます。引き続き私に聞きたいこと、話したいことなどお便りお待ちしています。頑張ります。一ノ瀬からの秘密の部屋。私についてきて。はい、今この番組を見ている皆さん、突然ですが紙とペンを用意してください。私が今から言葉で指示するので、皆さんその通りにペンを動かしてください。皆さんに素敵な絵を描かせてみせます。私を信じてついてきてください。前回は、はい、皆さんにね素敵ないちご大福を描いてもらうはずでしたが、結構ねパックンフラマになっちゃった方が多いのかなって思うので、まあ今回はねちょっとちゃんと皆さんがね指示通りに動けるように華麗にね頑張ってことを声で操っていきたいと思います。はい、今回も見本として作家さんに書いてもらいますが、皆さんはぜひ私の声だけ聞きながら書いてみてください。書いた後に、答え合わせをしましょうね。はい、それではそろそろ紙とペンは用意できましたかね。大丈夫ですか。ということで早速私についてきてください。で、絵のテーマはよいしょよいしょ、ふんふんふん、なるほどね、これですね、わかりました。じゃあ早速指示していきます。まず、まあ、紙のサイズにもよるんですけれども、まあ、作家さんくらい大きい紙だと、画用紙くらい大きいと15センチくらい、まず上の方に右から左に滑らかに少しだけ下に行くように、右から左に線を引いてください。滑らかに、まっすぐでいいです。まっすぐ、滑らかに下がちょっと下がっていくように書いてください。はい、ああ、まあいいでしょういいでしょういいでしょう。で、そこの書いた線から2センチほど開けて、まあ、皆さんの髪のサイズに合わせて想像して書いてくださいね。髪のサイズが違うと。センチの指示いけない。声だけで操ってるんだからな。じゃあこの書いた線から少しだけ離して同じように平行に線を一本書いてください。おー、いいでしょういいでしょういいでしょう。でその2本線書きましたよね。左側の方を線をつなげてください。上の線と下の線を。そう、いいんじゃない。でこっからがちょっと難しくて、この2本線描いた下の線の余分の1、右の方ね、余分の1くらいのところからもうちょっと角度を右から下に線をつけて、また同じくらいの大きさで、大きさというか長さで描いてください。4分の1くらいのところからまた、あ、いいんじゃない。いいんじゃない。で次は、まあ、4分の1から書いてもらったと思うんですけど、一番最初に2本線書いたあたりから さっき 3本目の線のところ、まあ、平行に書いてください。
ちょっと待って、に最初に書いた日本線の2本目の線のあたりから、始めて、でそこから始めるんですけれども、同じく平行に同じくらいの幅で、3本目の線と幅をつけて、わかるかな、ちょっと待って、あ、いいじゃないでまた同じように3本目と4本の線、4本目の線をつなげます、上の、そうそうそう、で、まあここからがちょっと難しいんですが、その3本目と4本目の線書いたじゃないですか、そこの、中にちょっと線を書きたいんですけれども、半分くらいのところ、半分目、あ、半分目3本目と4本目の線の間のまさに半分のところに真ん中に線を書いてください。違う違う、縦に線書いてください、縦に、縦に、縦に書いてください、よしはい、はい、続けますね、はい、で、全部書いた右側の線のところをちょっと、なんて言うんだろう、四角でまとめます、あ、うん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 、で、そこから四角でまとめた端の右側の方を、線をひょーってひょーって書いてください。で、その先っちょに、まあとりあえず、三角形を書くんですが、そう、下が、あのひょーってなった線のところから三角を始めてください。お、いい。で、三角の下の方、尖ってない方に、2本線を引いてください。お、お、お、完成です、できました、完成です。わかるかな、結構わかりやすいと思う、パックフラー、違うパックフラーじゃない違う、まあ、パックンという表現は確かに正しいかもしれない、そこはパックンするかもしれない、正解、私は立ってるパックンフラー、違う当てる気ないな当てる気ないだろはい、ということで正解はヘアアイロンです、はい、そう、ここがね、コンセントでそう、よく見てよ絶対当てる気なかったはい、ということでね、ヘアアイロンでございまして、話にもね、今日出てきたと思うんですけれどもね、そう、あ、偶然ということでね、皆さんはどんな風に書けましたかね、はい、ということで皆さんね、かけたあのものはぜひハッシュタグ一ノ瀬の棚をつけて X にあのアップしてくれると嬉しいです、ちょっと私も見たいと思いますね、やだパックフラワーの流れやだな、でもね、ちゃんとね、皆さんはきっとヘアアイロンになっていると信じたいです、ありがとうございました、ということでね、はい、なんかね、ちょっとあれですけれども、ちょっと皆さんのね、成果を見て、ちょっと今後のね、このコーナーの方向性を定めていきたいと思いますのでありがとうございましたということで、このコーナーでは、これからも皆さんに素敵な体験をお届けしていきます、みんなついてきてね、一ノ瀬かなの秘密の部屋、特別企画、全力プレゼントプレゼン、わー、はい、なんと声優アワード主演声優賞受賞おめでとうのプレゼントを2つ用意
してくださったそうです。そして一方は素敵なプレゼントだそうです。はい、一方はなんですね。はい、なるほどなるほど。ということで今からスタッフさんがプレゼントは何かを伏せた状態で2つのプレゼントの魅力やどんな思いで選んだのかをプレゼンします。そのプレゼンを聞いて私がどちらのプレゼントが欲しいかを決めます。選んだ方は実際にプレゼントしてくれるそうです。わー、ということでもうそういう企画なんだ。選んだ方、一方なの、両方くれないんだ。なるほどなるほど。ではね、早速じゃあプレゼンを聞いてみたいと思います。まず1番からお願いします。食べていただいた後の満足感、そして素材の味を生かした凛と立った味を大切に作られたチョコレート、チョコレートになります、はい。ぜひ一ノ瀬さんに素敵なマリアージュを楽しんでいただきたいなと思って選ばせていただきました。 ありがとうございます。はい、一番はこれです。はい、あ、なるほど、質問、マリアージュって何ですか？マリアージュ、いろんなこう味が混ざったあ、いろんな味が混ざった、はい、そうですね、組み合わせ、味の組み合わせ、いろんな味の組み合わせですね。じゃあ1番大丈夫ですか？はい、ありがとうございます、はい、続いて2番のプレゼンお願いします。はい、2番はですね、人にも地球にも優しい洗剤です。洗剤？はい、洗剤です。清潔感漂う石鹸をイメージしたサボンの香りがふわっと広がるものになってます。まさに清楚な一ノ瀬さんにぴったりということで選ばせていただきました。はい、洗剤プレゼントってなかなか聞かない、はい、なるほど、うん、え、2番ちょっともう一回見てもらって。2番、はい、ですよ。優しい洗剤、はい、あ、サボンの香り、うわー、そうですよ。またちょっと食べ物とね、洗剤という違うベクトルのものですけれど、うわー迷うなー、すごく究極に迷うかもしれないでも逆に洗剤のプレゼントって新しいからちょっと気になります。じゃあ決めました、2番の洗剤が欲しいです。いいですか？はい作ったけど、作ったけど、あ、そうだ、これ、はい、これだこれ作ったやつ、作ったからには使ってほしいですよね。2番です。これ実はね、ピンブーって呼ばれるやつ、本当はピンポンブーブーってなるんですけど、はい、いいですね、もう2番で、はい、2、な、どうした、丸です。正解、あ、これは白の、開けます。あー、え、白って洗剤売ってるんですね。うわ、サボンのランドリーリキッドです。ありがとうございます。香り嗅いでみよう。あ、ダメだ、 しっかり閉まってる家でね家でね、ちょっと釜の中でバーってなって嫌だからしっかり閉まってるタイプでしたね。そうそう、香水とかが有名なねブランドさんで、そう、ボディーソープとかも売ってますけど、そう、え、洗剤売ってんの初めて知りました、私。そう、あ、私この間ね、前に洗濯機を買い替えるって言ってから洗濯機を買い替えました。なのでね、それでちゃんとしっかり使って服からいい匂いを漂わせたいと思いますありがとうございます。え、嬉しい。え、地球にも優しいやつなんです。優しいんだ、この、嬉しいな、ありがとうございます。使わせていただきますよ。あ、もう一個見れるんですか？あ、はい、じゃあもう一方のプレゼント、お、あれ
なんかでも食べログ 3.83、 食べログ100名店2023に選ばれたお店のチョコ、いいやつじゃないですか。ちゃんと してる。あ、見るだけ。え、なんかそんなひどい企画。見るだけ。もう一方は素敵じゃないとは言ってない。今日は素敵なプレゼントって言ってた。なるほどね。そういう言葉のあやみたいなので、私は開けちゃっていいのこれ。見るだけただなんでね。お、なんかちゃんとしてるよ。かわいい、かわいい、おいしそう、おいしそう。すごい、なんかしょうがねえなって顔で今カンペを見せてくれてるんですけど。逃げたら1つ、進めば2つということで、正解した一ノ瀬さんには両方プレゼントします。おー、なんだ、優しいとこあんじゃん。あんじゃん、優しいとこ。やった、こちらも素敵なプレゼント。え、本当に素敵です。え、嬉しい。じゃあお二人のね、お祝いと、お二人からのお祝いということで、ありがたく日常を使いさせていただきますし、食べさせていただきます。嬉しいです、ありがとうございます。しょうがねえなみたいな、みたいな感じでカンペ出してて。はいね、スタッフさんの優しさも垣間見えた、そんな企画でございました。ありがとうございます。ということで、以上、特別企画全力プレゼントプレゼンでした。一ノ瀬かなの秘密の部屋。一ノ瀬かなの秘密の部屋、前半パートはお別れのお時間です。後半は会員さん限定なので、ぜひ会員登録をしてお待ちください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りは番組の投稿フォームから送ることができます。私への質問や話してほしいこと、皆さんの身近にあった出来事など何でも OK です。いちかなクリニックでは、身近なお悩みを、あなたのこと教えてほしいなの現在のテーマは、みんなのストレス解消方法を教えてです。こちらは YouTube のコメント欄でも受け付けています。気軽にコメントしてくださいね。最後に、私一ノ瀬かなからのお知らせです。テレビアニメ早々のフリーレン、フェルン役で出演いたしております。テレビアニメ最強タンクにてルナ役で出演いたしております。そして4月から放送の作品、テレビアニメヴァンパイアドミトリー、山本水戸役で出演いたします。そしてテレビアニメ魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだがどうめでればいい、でネフィー役で出演いたします。ということで、第73回放送いかがでしたでしょうか。はい、今日はすごくたくさんの方々にね、お祝いのメッセージをいただけて、本当に本当に嬉しかったです。ありがとうございますね。改めてこう皆さんの温かみを知ることができましたしね、うん、今後も楽しい番組にしていけたらいいなっていうふうに思います。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。次回の放送は4月4日木曜日の22時30分からです。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は一ノ瀬かなでした。バイバーイ。一ノ瀬かなの秘密の部屋、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。